の中村亮太投手。持ち味の思い切りのいいピッチングで支配下登録を目指しています。その高いポテンシャルはあの千賀投手も認めたほど。実は中村投手、現在一軍で活躍する同じ育成出身の藤井康也投手とシーズン開幕前まで支配下登録を競い合っていたんです。競争には敗れたものの、支配下への夢はまだまだ諦めていません。中村投手にとって藤井投手ってどんな存在ですか？今年のキャンプから A 組に呼ばれたタイミングも藤井さんと一緒でしたし、やっぱりお互い頑張っていこうなっていう感じでやってて、で結果的に開幕の時には支配下になったのは藤井さん で自分は落とされたんですけど、最初落とされた時は悔しかったんですけど、でも落とされて初めて気づけたこともたくさんあったので、次上がった時にはもう藤井さんもやばいなって思わせるぐらい頑張りたいなって思います。その中村投手、意外なものにハマっているんです。昔のドラマを見たり。昔のドラマ、例えばどんなドラマですか？今最近見終わったのはビーチボーイズっていう。ビーチボーイズなんかどっかで流れてたの見た時にちょっと見ようって思って。あ、そうなんですね。ハマりました。やばいっすねちょっと私もまだ作品見られてないので、じゃあ勉強しますね、はい。続いて中村投手をさらに深掘りする質問がこちら。じゃあご自身を動物に例えるなら何ですか？キツネですかね。わかんない。というのはなぜキツネですか？ずる賢いというか結構自分のことをよく分析されてるんですね藤井投手はどうですか？なんですかね、タコ。タコ、お、海の生き物。タコってどんなイメージですか？なんかいつも口尖らせて喋ってるかなってそうだったんですね名前を呼んでもらえるように、いろんな人に知ってもらえるように結果を出して、これから頑張っていきたいと思います。それからも熱い応援をお願いします。